過剰書きは文字による表現方法の一つ。いくつかの項目を一つ一つ分けて書き並べる。項目は単語であったり文であったりする。枠線を使わない表の一種。過剰書きの例項目の前になど記号を書いたり、数字やローマ字などで番号を振ったりする場合もある。日本では全項目の前に1や1を書く場合もある。文章中で用いることも、 単独で用いることもある。いくつかの項目を読みやすくするために過剰書きを用いる。文中にいくつもの項目を並べていくと他の文字や記号にうずもれてしまい、項目の確認がしづらくなるからである。そこで項目一つ一つに一行を当てて並べる。それが過剰書きである。記号などを利用する過剰書きもある。例えば、いや、などの記号を項目の前に書くことで、 過剰書きの部分を際立たせることができる。また、記号ではなく、数字やローマ字などを利用すると、項目の個数がはっきりしたり、項目を指摘しやすくなったりする。過剰書きをさらに際立たせるために、他の教よりも行頭を交代させるインデントを行ったり、過剰書きの前後に行を開けたりする場合が多い。加えて、文章と異なる文字の大きさにする場合もある。 不当点は名詞を並べただけのものである場合は、一般的につけないことが多いが、各項目が文章の体を成している場合はつける。過剰書きを最初に使ったのは、歴史に残る限りでは、ガイウス・ユリウス・カエサルとされる。カエサルは、7年間のガリア地方への遠征の様子を、ガリア戦記に書く際に、過剰書きを多用している。例えば、この城を攻める目的は三つあり、一つは、 のような表記をして、簡潔な表現を追求した。英国の最初ウィンストン・チャーチルも、過剰書きを多用したことで知られる。例えば、1940年に報告書の長さと、多さに壁気としたチャーチルは、各部局に過剰書きを使うことを指示したメモを送った。そのメモの内容も、5過剰の過剰書きにして、簡潔さとわかりやすさを実践した。また、 1941年にチャーチルは、松岡洋介に戦争を回避するための書簡を送り、内容を過剰書きにして問題点を明確にし、各項目に Yes、No の答えを迫った。項目を羅列した一つの文、元素周期表の18族は、ヘリウムネオニアルゴンクリプトンキセノン、ラドンである。を過剰書きに直すと、次のようになる。項目の先頭に記号などを付けた例を示す。 ビュレット記号数字空気抵抗の低減ダウンフォースの増加車体重量の軽減アルファベットここではアルファベットを囲うカッコも付けた例を示す。カタカナカ上書きの行頭記号による階層の付け方は公用文作成の要領に例が挙げられている。ただし公用文以外のほとんどの文書はその例に準じていない。公用文でも準じていないものもある。字数や紙面の制約によって 一つの文中に過剰書きのような書き方をすることがある。項目が多くなりすぎると項目同士の関係がぼやけてきて読みやすさが損なわれる。項目がある程度の個数になったら、項目を分類して過剰書きをいくつかに分けるか、枠線を使って表にするかでまとまりが良くなる。また、 項目を文にした場合に文がある程度の長さになったら、それぞれの項目を段落として文章にするのが良い。ただし、項目数にしても項目帳にしても明確な限界値があるわけではない。代表的な簡潔な表現として、ゼラの戦いでの勝利を報告した、来た、見た、勝ったがある。術後、次の通りであるを過剰列の最後に書かず。 例のように先頭の文の最後に続けて書き、文を完結させる方が読みやすい。ありがとうございます。